サルメンエビネは、卵カエビネ属の多年層。ワミオのサルメンは、新弁が赤みを帯びて、シワが寄っているのをサルの顔に見立てたことに由来し、エビネは、同族のエビネが、ニセ球形の形をエビの背中に見立てたことに由来する。種商名のトリカリナタは、サンセリョ量があるを意味する。カシミール、ネパール、インドの湿気無臭、ブータン、中国西南部、台湾。 日本に分布する。日本では、北海道、本州、四国、九州まで広く分布し、ナ林などの宮山の落葉樹林下に生育する。田中澄江による花の百名山で大仙だけを代表する花の一つとして紹介されている。幅2から4枚で、長さ15から25センチメートル、幅6から8センチメートルの頭皮神経。 葉の裏面には1平方ミリメートルあたり約14本の毛が生える。球形は長さ1.5から2.5センチメートル、直径1.5から2.5センチメートルの卵状球形で十数年の寿命。根は直径0.2から0.3センチメートル、2月に長さ約7.5センチメートル、幅約2センチメートルの頭画を形成する。新芽が展開後は 直径約0 5センチメートルで高さ30から50センチメートルまで成長する。4から6月2上部に7から15個の花を交互にまばらにつける。花形は直立し、1から2個の包容がある。花は下から順に咲き、ほぼ横向きに平らかいする。黄緑色の3枚の幅が広い学編と2個の側花弁がある。 石葛色の新弁は散列し、垂れ下がる。その左右にある、側列弁は小さく、下部の中列弁には、シワがあり猿の顔に見立てられている。随中は、薄着緑色で、長さ0.5から0.6センチメートル、幅0.4センチメートル。虚はない。花粉界は、黄緑色で8個、長さ約0.3センチメートルで、蜂により持ち去られ他のエビネ類より早く受粉を。 行うことが多い。花子に黒い果てができる。1900年代にエビネ属の染色体の研究が行われ、系統進化の分類がなされている。本種の染色体数は 2n イコール40、60。2n イコール40個の中期染色体は、進む辺的に小さくなり、長さは2.6から5.2マイクロメートル。染色体の対称性が高く、 夏エビネ群に最も近い種でこの群から進化したものと考えられている。本種は染色体の核型などにより、エビネ属、カランシーア属のカランシー説に分類されている。以下のシノニムがある。神弁は分布域によって差異が見られ、以下の変種に分類される。自然交雑種として以下のものが知られている。日本では環境省により、 レッドリストの絶滅危惧痛類の指定を受けている。絶滅危惧痛類また、以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。中部山岳国立公園、麻生十国立公園、氷の山跡山薙山国定公園、矢場北栄彦山国定公園などの指定植物であり、採集は禁止されている。開発と植林地化による、自然林の減少、森林の管理放棄、 業者やマニアによる演芸目的の最終、洞窟、1970年代後半のエビネブームに伴う乱獲などにより個体数は減少している。すでに絶滅して生育していないと見られている都府県もある。保護を行うためには、ブナ林などの生育環境の保全、自生地が特定できる情報を公開しない、洞窟防止対策などが必要である。サルメイエビネは、 春先のエビネ類の中では最も大型の種であるが、東京都、大阪府などの市街地での栽培は困難で、東北地方北部などのより寒冷な地方が栽培に向いている。風通しの良い、涼しい場所での管理が適する。日本全国で山野草として販売流通するが、関東以南の平定地では、長期育成は困難で、ほぼ消耗品扱いとなる。なお、 市場価格が安いため、原種そのままの営利生産はほとんど行われていない。流通個体は野生採集品、あるいは寒冷地において植栽化で増殖した個体で、無菌波種などによる種苗生産量はゼロに近い。一方で、サルメンエビネを元親にした様々な主観交雑種は生産量こそ多くないが、園芸用として継続した種苗生産が行われている。 交雑種は対処性を有する場合が多く、花形や荷色も後輩世代が重なるごとに改良が進められ、市場価値が高くなってきている。したがって、育種販売業が営利的に成立するためである。人工交雑種の主なものを以下に示す。現在ではさらに複雑に後輩が進んでおり、形状、なお、日本産の春先エビネ類のうちジエビネ、木エビネ、 霧島えびね、匂いエビネはどの組み合わせでも、交雑種に粘性があり、自生地でも相互に複雑な浸透交雑が認められる。しかし、サルメンエビネとの交雑個体では、粘性が低くなり、自然状態では、交雑に世代名以降と推測される個体はほとんど見つかっていない。ありがとうございます。